はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書5章テスト対策やっていきます。で、前回に引き続き作図問題2問やりますので、まずね、この似た図で構いません。似たようなものをノートに書いてもらって、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとね、分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が書き方を両方やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず1番は、円周上、円がありますと。で、円周上に点 A が打ってあって、線分 AB が直径となるように点 B を作図しなさいっていう問題です。だから、こっからね、直径なんで、ちょうど半分のこの辺が答えになって、B がこの辺に来ると。で、それを書きたいんですけど、これ、いきなり直径書きに行こうぜっていうとこじゃなくって、あるものを書きに行こうぜっていう変換できるかが大事なの。直径書くためにこれが欲しいっていう。で、そこ気づけるかが問題なんですけど、それが、欲しいにしちゃおうか。この問題はね、中心が欲しいんです。逆に言うと、中心が分かれば、もう AB 書けるよっていう直径は。なぜかっていうと、例えば、中心書いて、この辺になるじゃないですか。そしたら、A から中心に向かって線引けば、絶対直径ですよね、それ。だから、中心が見つかれば直径を書けますよっていう。じゃあ、中心見つけに行こうぜっていう問題。で、円の中心の見つけ方は、前のね、テスト対策でも少し話をしましたけど、弦を2本書いて、そいつらの垂直二等分線を書きます。いい？垂直二等分線。だから、ちょっとね、自分これ用、あとホワイトボード用の定規とかコンパス持ってないんで、またフリーハンドで申し訳ないんですけど、まず適当に弦引きます。どこでもいいです。だから自分ちょっとここに行こうか。こんな感じで定規でまず弦を自分で作ります。で、コンパス適当に開いてもらって、ちょっと大きめにね、開いて、ここと、ここに針を刺して、まずこっち刺したら、シュッて。で、それを変えずに、こっちから刺して、シュッて。やって、いつもね、垂直二等分線の書き方です。で、こっからが問題なんだ、俺のね。このぐらいかな。で、いいかな。で、こんな感じ、後としてはね。もちろん上と下、ここ繋げる人はないんだけど。で、これを繋げていきます。よいしょ。ちょっとね、フリーハンドで申し訳ないですけど。よいしょ。これ1本目。2本書きます、2本。いいかな？書いておこうか。2つの弦の垂直二等分線。で、これ、今回は直径を書くために、中心求めに行ってますけど、普通に円の中心求めなさいみたいな、書きなさいっていう問題も出てくるので、定期テスト。ただ、それの時もこれ使ってください。で、もう一箇所、弦どこにしよっかな。どうする？ここに A があるから、じゃあこの辺にしとこっか。この辺に、定規でこう弦を書きますと。で、またね、コンパス開いてもらって、ここと、ここに針を刺して、う、うだな。よいしょ。ちょっと被っちゃってごめん。こんな跡ができますと。で、よいしょ。ちょっとずれた。中心からずれてるけどごめんね。こうなって弦を弦の垂直二等分線2つ書いて、それの交点。これが円の中心なんです。これが円の中心。だから、あとは定規で A とこの中心結んでもらって、こう書く。で、ここに繋がった B をね、書きなさいって言ってるから、ここがちゃんと B って、ここまで書いて正解になります。いいかな？この問題の解き方、この問題の解き方は、これで OK。で、さっきも言ったように、円の中心を求めなさいって言われても、この方法で、弦を2つ書いて垂直二等分線書くといった形で解けますので、こんな感じでやってみてください。で、次ですね。次も有名な問題なんですが、実は次も、出題の仕方、聞き方がね、ちょっと色々あるんですよ。で、一番やりにくい聞き方、一番でもないけど、ちょっとやりにくめの聞き方をしてます。何かっていうと、3つ点があるんですよ。A、B、C って。
等しい距離にある、ABC から等しい距離にある点 D を作図しなさいっていう。で、これが多分ね、思いつきにくい解き方を。で、これですね、さっき言ったように、出題の仕方、聞き方が何個かあって、例えば、これ、3点を、書いちゃおうか。ちょっと待ってね。まあ、3点、ABC ね、を通る、円を作図しなさい、みたいな。こう出されることもあります。3点を通る。これちょっとよく見るかなってイメージはありますけど、3点を通る円ね。実は、この3点を通る円を作図しなさいと、3点 ABC から等しい距離にある点 D を作図しなさい。これ同じです、やること。つまり、この3点から等しい距離って言われたときに、あ、これ3つ通りだったと、3点通る円書けば OK じゃん。っていうのに気づけるかどうかが大事。なのね。いいかな。だから、3点を通る円を作図って言われたら、これ何やるかって全く同じことやります、これと。結局、円を描くためには中心が必要です。で、その中心を描くために、今、ABC って、まあ描けないけど、こういう風に円になってる。3つ通ってますよね。だから、これね、引く必要ないんだよ、本当は。ないんだけど、引かせて。弦を引いてしまって、こいつの垂直二等分線描きます、まず。いい？で、描くと、またね、ここと、ここに針を刺します。こっちと同じね。で、これ非常に難しいね。まあ、こんなくらいの跡になるかな。なって、引きますと、こうやって。で、もう一本です。必ず2本引く必要があるので、交点わかんないからね。で、BC 引いてもいいし、AC どっちでもいいんですけど、ちょっとこっちの方が見やすいんで、AC 行かせてください。で、さっきも言ったように、弦をね、AC を繋ぐ必要はないんですよ。垂直二等分線普通に書けるんですけど、ちょっと一応引かせてください。引かなくても大丈夫です。ここにまた針を刺してもらって、シュッシュと、跡をつけて、これ。よいしょ。このぐらいかな。ちょっとずれたかもしれないけど、ごめんね。で、引きましょうと。よいしょ。で、2本、弦の垂直二等分線書いたので、ここが中心になります。円のね。で、結局今、ABC から等しい距離になる点 D を作図は、ここの交点が D で、これで終了なんです、今回。はい、間違って青にしたかった。一番赤で書いたからね。一応ごめん、細かいんだけど、青にしていい？で、これで終了。で、もし3点を通る円を作図しなさいっていう問題の出され方をした場合は、D が中心なので、別に DB でも DA でも DC でもどれでもいいです。コンパスで測り取って、コンパスを針刺して、くるっと回せば3点通りますんで。作図がずれてなければね。だから、もし書くと、あ、どんな感じかな。多分下切れてるね。このぐらい、あ、切れねえし。ごめん。下適当に書きすぎた。まあ、ちょっと曲がってるけど許して。まあ、こんな円になるかなと思います。ちょっと右が膨らんでるけど。で、なんで3点を通る円を作図すれば同じようなね、書き方をすることで3点 ABC から等しい距離にある点 D を書けるかっていうと、今3点を通る中心を見つけたじゃないですか。で、さっきもちょっと言いましたけど、D から B の長さ、D から A の長さ、D から C の長さが同じになってほしいんです。3点から等しい距離だから。A を書けば DB も DA も DC もこれ円の半径だからね、全部。だから円の半径全部同じでしょ？だから3点の長さ一緒になるんですよ。だから3点を通る円を書けばいいというふうに持ってって、じゃあそれ書こうぜ。円の中心見つけたら、じゃあ OK みたいな感じで解けば、この前、この問題解くことができます。なんで、右ちょっと書こうか。3点を通る、切るな。円の中心が欲しいんです。って思えるかどうか。という勝負になりますので、まあ、3点を通る円を作図しなさいとか、で3点を通る円の中心を作図しなさいとか、出され方何パターンかありますけど、どれもね、こういう風に解くことができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回はね、作図の問題2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。こっちも同じくシュート。
この主と主の時は変えちゃダメだよ、コンパスね。変えずにやってください。で、こうと、こうかな。ね、後をつけて、あと定規で弾きますと。そのせいでした。で、その2本。あ、これ結構苦戦するね。垂直二等分線きついな、なかなか。